諏訪湖湖畔にある、温泉をねまずね入っていきます。片倉館のその横に諏訪市美術館があるね。諏訪市美術館っていうのがあるね。なんかすごい立派な建物だね。でこっちがこっちは昭和3年ぐらいなんか建てたっていう。昭和3年、これが温泉なの、うん、こちらの財閥の片倉さん。ちょっと前の方、うん、あのどんなか見て正面がそっちか裏から入るんだね、うん、こっちなんか昔の正面か。こちらが正面だね。すごい立派この地図、うん、じゃあ片山館温泉入っていきます。すごい立派な片倉館です。片倉館、片山館じゃありませんでした片山津温泉じゃない片倉館。開館に入ってから重要文化財、開館に入ってからまたこんな渡り廊下を行ってお風呂に行くんだ。千人風呂、うん、千に入るこんなでっかいもんね、うん、これとかね。そうそう、うん、中撮れないからあのちょっと写真立って入るんだって。料金消えちゃってるし、うん、料金も全部なんか利用料無形で、はい、じゃあ行ってみましょう。9時半まで。9時半までね。駐車場いっぱいあるね。駐車場いっぱいある。駐車場だから、あ、すごい立派なとこ。向こう側からも入れたんだね。マスク着用、手指消毒、千人風呂、こういうとこね。はい、行ってみましょう。これはワクワクしますね。ねえ、大理石のすごいところね。すごい立派な建物ですね。ちょっと正面をね、ちょっと引いて撮ってみようか。お庭のなんか噴水のところもすごいよ。うわ、すごいね。あっちが千人風呂、こっちもなんか資料館みたいなの。うわ、何これ。入り口はこっちから行っていこう。このこちらがお風呂。はい、奥様、お座りくださいませ。え、そんなおす、あ、雲座ってる。暑いし、雲座暑い、これ噴水ちょっと引き顔を撮るわ。こちらから撮ると素敵だ。あ、金魚がいるし、すごいですよ。立派なところね。これが温泉、はい、庭はこんなになってます。いや、ちょっとねいや、すごいか、片倉館の桜館、千人風呂、財団法人だった。すごいところです、これは。これが温泉なんて、分からんね。国の重要文化財だった。ん？もう国の重要文化財だった。いやー、ね、片倉館は昭和3年に、当時日本の代表的な製紙業者片倉食器が地元の人々の福祉施設として建設した温泉浴場です。こんなに大きな、ヨーロッパのことを思わせる、テルマエロマエみたいな感じじゃない、きっとな。あ、ほら、耳がそうだ、テルマエロマエだ。すごいね。すごいね。こんな大きな、こう、透かしのタイルっていうか、うん、石で作ってるんだから、全部。中はね、取れないか、こうやって、ちょっと取っとくね、これね。すごい建物ですよ、これは。立派立派。温泉の中。さあ、これは、この温泉は、奥様にお似合いですね。うん、奥様、早く行きたいわ。なんかでも、高さ、深さが深いでね。深さ 1.1 メートルやな。深って入らなかった、うん、この辺まである、ね、この辺まで。胸の上ぐらいまである。いざ行ってみましょうか。はい、行きました。いい取り合い。トグラがあった。重要企業部の。あ、すごいすごい。すごい、マスシシ。靴を脱いで、こっちに入れると。じゃあ、父さんこれしようか。100円いる。100円いる。はい。まあ、の100円リターン式、100円を出さなければいけないっていうね。もうね、いいですよ。普通に出します、はい。じゃあちょっと入れてもらって。あ、ポストここね、間違いだよね。まあ、ですね。そういうことはね、ここからね、スケート姿。よし。すげえな。なんかここ書かなかんの。あ、書かない。お二人で新聞の手に入ります。袋のタオルは同じですか。はい、持ってます。これはいいかな。はい、この紙が使われます。ラピスタ6貨も100円で紙がかかります。あ、はい、あとまた100円戻りますので。あ、はい、100円玉はどうさあるでいいね。あ、あるある。じゃあ持ってってきたか。ちょっと集合場所。2階が休憩室ということで、上を先にちょっと見学行って集合場所をね。
この方が創業の建てた方かな、そうね、お世話になります。立派な個室の有料室されてますね。あ、ちょっと休憩室がまだ、あら休憩室すごいわ、なんとすごい、すごいすごいところだね。ここで食事ができたの？今はもうやってないね、食事できるのってんだ。この奥から行けれるの？バルコニーに行けるの？この奥両側から階段上がると諏訪が一望できる。あ、行ってもいいんだ。じゃあ見させてもらおうか。こっち上がってって。しばらく遊んでたいんだよね、ここで。ちょっとじゃあせっかくだから。行ってくか。展望用の場所を作ってくださってんだ。あ、出ていいみたいだよ。貯金済みだからいいんじゃないか。一応出させたら本当に煙突ももう古いし。おお。これが、あ、煙突あるわ。こんなところなんだ。今ね、2階のバルコニーに、ね、出てもいいということなので出てきました。あ、諏訪湖です。諏訪湖が一望できます。この下がお風呂で、お風呂からは見えるようにはなってないね。展望風呂でさっきの仙人風呂があるんだよね。あれ、こちらからこう来たっけかな。すごい建物だね、本当に。すごい建物だね。昭和の建物ね、昭和初期 の、ね、昭和3年とか6年とか3年とかか、多分ね、うん、我々の親が生まれた年に近いね。おばあちゃんも生まれてないかまだ、ね、昭和初期にね、我々の親の世代が生まれてますが、大正とかね、大正の末から我々はもうね、還暦過ぎましたが、昭和何十何年に生まれてますけど、ここ、こうやってつながって、あ、そうか、あ、こっち入らずにこっちにこうやって、こちらなんか資料館で、ね、さっき写真撮ったとこね、正面のね、煙突です、すごいです。あ、立派だわ。これはまあ、いくらポンちゃんです、入れば。こっち側から降りてみようか。すごいです。気をつけてよ。手すりやないから、もう全然違うわこれ。本当昭和初期そのままだね。いっぱいの方がね、国術館だね。あ、こういうレコードあったの。あ、こんなね、私この辺り全然知らない。うん、こんなのしたんだけどね、この辺ぐらいから、あの、あれ子供の時に見たことある、こういうのがあった。あった、これは お金持ちが持ってたやつだよね、これはあのソノシートのさ、見たことない、ペラペラのやつだね。こんなすごい、このこれ、ね、何これ、すごいですね、これ。手を取ってくださいね。はい、ここが休憩室の中、立派なね。あとここ集合でね、1時間ぐらいにしたらね、静かにしましょう。もうこれ来てていいね。やってたんだ、前だの、温泉入ってまいりました。ここはね、お風呂の種類はちょっと大浴場があるだけなのでね、1時間で今から、4時40分に着いて、諏訪はね、暑いから秘書に来たんだけど、暑いもんで美ヶ原高原、道の駅2000メートルのところ、明日行く予定でしたが急遽今から参ります。1時間で行けるという話です。はい、行きましょう。出発。いいですか。いいですか。数分通過してビルスライトクまでの道です。今スタートの真横だね。フラットバー。浅瀬になってるのかなと思ったら、上から見たら、
失礼します。